うちスマホ時代の究極法則、ビジネスに人生に革命を起こそう、チンケのプライドボーンと捨てて、アホ社長室はまずスタジオ化する、動画配信のスタジオ化する、新しいことに自信を持って行動しよう、新しい時代の生き方を革命、人生の敵はマンネリ化、ビジネスに人生に革命を起こそう。これからはジムニー技術研究所から、スマホ技術研究所スマジーに、ジムジーからスマジーにちょっと勉強させてもらいます。もう字幕が打てる、それからサクサクとカットができる、音楽入れる、これはすごい。これはそれは私のような低チューバーにとっては、夢のようなことですね、本当にね。まあさえちゃんが宮古島が来てくれたり、いろいろね、本当に皆さんのおかげで感謝感謝です。一歩一歩前進させてもらってます。私は何もできません。才能なし、努力なし、運だけです。はい、うちや安田さんやいろんな方のおかげで前進しております。ではまた明日木曜日よろしく。